ナビナビロナとファンのファンタジーラジオ。皆さんこんばんは、マビナビの世界へようこそ。ロナリザク役そっちこと、なんだ誰だ、ロナリザク役いそっちこと磯村智美です。黒羊のパン役ヘリクス野郎のパンこと小野ゆきです。この番組はマビノリの世界の魅力を皆様にお届けするファンタジーライフティーウェブラジオです。いやいや、ペラッパン以降絶不調じゃないですか。自分で言っといて、なんか小野くんがすごい笑ったら面白くなっちゃってさ。あの今の冒頭のねイントロと言いますか、あれがそう言ってみたらさ、意外となんか面白くなっちゃうんだよね。楽しくなっちゃったんですよね。言わない方が良かったかな。言わない方が良かったです本当に。控えましょう、そういうの。本当にごめんごめん。いいね、どっちだよ。いいですよ、いいですよ。今日はね、哲也さん絶好調なんです。あれ、杉田さんは。連打が強い。杉田さんでもさすがにそんなにね超いい。あれ、もし哲也さんより来てんじゃない、杉さん。今日すごいな、すごいな。なんてったって今週末からゴールデンウィークだから、2人もね浮かれてるんですよ。ゴールデンですよ。ちょ、2人同時にどうなの、すげー。本当にゴールデンだな、これ。ゴールデンでございます。やばいわ。絶好調でございますけどね。まあ、もしうまくね有給取って11連休にしていただければ、マビノリ三昧っていう。そのおかげでね、せっかく有給取ったのに潰れたネクソンの方がねいらっしゃったりするわけで。そっかそっか、本当にね、すいませんでした。チラッ。俺が謝ることじゃないです。俺が謝ることじゃないです。まあ代表して、まあ、そうだよね、そうだよね。岩大丈夫ですか。あ、よかったです。岩いい感じということで、はい、ありがとうございます。まあそのあたりは後で聞きましょうか。ご本人に。マジですか。気の話しますか。まあね、きっと社内から優しくしてもらえるよ。結構聞いてらっしゃるみたいですよ ね、 ネクション、ネクション社内で。ネクション。ネクションがね、相当聞いてるネクション。はい。ナイスセイ。でね、あれなんですよ。僕なんか聞きたいことがあるんですよ。なんだい？あのイベントどうだったんですか？イベントはまあいろいろありましたよ。いろいろありました。ほんとね、いろいろあった。本当ですか？こんなところで語っていいの？どうですかね。ただメールがね、おそらくいただいてると思うんで。来てる。ちょっとキーワード的な部分だけ言うなら。キーワード？強いて言うなら、僕ほら言ってないわけじゃないですか。そんな僕がちょっと気になるなみたいな。もうオープニングからすごいことが起こり。え？マジっすか？シタタンってなって、シタタンなってる。そう、ベラッポーン的な。そう、シタタンってなって、おーみたいになってました。書いて。わかんねえ。キーワードっていうか擬音だしね。わかりましたよ。ほら、キーワードはライブだっつったじゃん。ライブ、そうそう、ライブがね。ね。そうですよ。何につけてもライブがキーワードというね。どうすんの、9周年であんなに大成功しちゃって、10周年どうするのっていう話になっちゃった。そんなにいっちゃったんですか。本当にそんなになっちゃった。すごいな、痛かったな、痛かったよ私。じゃあね、詳しくは皆さんのね、あのメール読みつつっていうことにしましょうかね。交えながらぜひ伺いたいと思います。それでは皆さん、最後までお付き合いよろしくお願いします。ロナパンラジオスタート。マビノリ、ロナとパンのファンタジーラジオ。この番組はネクソンの提供でお送りします。マビノギロナとパンのファンタジーラジオ。 NPC プレイシアター、本日はオノパンのチャレンジ。あ、来なさい。コール村の銀行兼異物鑑定人の男性、借金取りから身を隠すためイリア大陸に逃げてきたという、見た目からもうさんくささ漂う40代。一生懸命集めてきた遺物を躊躇なく破壊してくれる、そんな NPC ボイとのセリフをどうぞ。よし、いいだろう。どんなものを鑑定する？今なら特別価格100ゴールドだ。いいね。おお、これこの間やりたいって言ってたじゃないですか。まさにじゃないですか。うん、来たボイト。ボイトさん、これボイトさん、下半身がちょっと見え始めたんだけど。ね、あの下半身が見え始めた。ボイトさんの下半身が見え始めたですと。ちょっとね、言い方は私が間違えました。腰パン気味ですよね。そう、そういうこと言いたいですね。それを言いたかった。それを言いたかったんだけど、なぜか私の日本語がおかしかった。下半身が見え始めた。下半身見え始めたです。まあね、もっとねボイトさん、もうちょっとキャラが見えるようなセリフがあったのでね、これちょっとボイトさんは引き続きいろいろ演じながら、あ、まだやりたい、自分なりのボイトさんを探っていきたいと私は思っております。お、マビノギロナとファンのファンタジーラジオ。
始まったラジオを聞いてくれている皆さんからのお便りを紹介するマビノギ通信のコーナーです。ウーハーどっから来たの。早速皆さんからのお便りを紹介していきましょう。あ、ちょっと僕が紹介するとウンドゥルが止まってしまうからイソッチよろしく。マビノネームコーシンさん、ありがとうございます。イソッチョのパン様、こんまびー、こんまびー、オフラインイベントお疲れ様でした。自分もハゲヅラかぶって楽しく参加させていただきましたよ、イソッチョ司会スムーズで素晴らしかったです。オフラインイベントでは自己紹介カード31枚ほど配ることができまして、すごいね、いろんな方と仲良くなれましたし、ブログで知り合った方や有名人の方、二次会では去年のコスプレコンテスト優勝者の方ともお話できたりして、とても充実した一日でした、来年も当選できるか分かりませんが楽しみにしております。もう来年ある前提なんですね、この方の中では。ねえ、ねえ、そっかそっか、そう、当選がね、外れちゃった人がね、めっちゃ悔しがって、そういうことですよね、僕もだからそういうことですよ。当選外れたようなもんです。外れてないよ。外れちゃって行けなかったような。応募して、まず応募しよう。はい、残念ながら。そう。そうなんですよ。31枚か、すごいね。ね、自己紹介カード。今回はですね、初イベントがすっきりと終わるという。すっきり。ほう。もうパン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 行きましたね。あ、ね、スムーズで素晴らしかったっ、ね、超スムーズだった。評されているだけありますね。よかった。なんかね、裏にいるときに。結構遠くから来てらっしゃる方がいっぱいいるってことで、何時何分に出ないともう帰れないみたいな話もちょっとね耳にしていて、マジかって思って、そりゃ本当にしっかりやらなければならんのと思っていたら、ちゃんと終わって、しかも皆さんが外でガチャまで終わった後遊べるっていう素晴らしいですね。もう時間帯になりました。その分の時間まだ読み、バッチリ終わって、バッチリでした。いいですね。あ、じゃあちなみにもう一つ、ほい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 、マビのネーム BR さんからいただきました。ありがとうございます。オノパンイソッチコンマビコンマビ、オフラインイベント行ってきました。おう、サンドアートで感動あり、アップデート情報で驚きあり、クイズ大会ではがっかりあり、コスプレコンテストでは笑いあり、全部の感想を書いているととても長くなってしまうので書けないのですが、本当に参加してよかったです。来年までにはロナやパンパカのキャラソンが発売され、パカも入ってんな、なんとオフイベでイソッチやユータクのお二人が歌ってくれるなんてこともあったりするのでしょうか。願望を言うだけならただですよね。9周年が終わったばかりなのに、今から10周年オフイベが楽しみですという。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなの、サンドアートがね最初あったわけよ。あらま、サンドアート知ってる？サンドアートどんなんすか。あの砂で絵描くやつ。まあそうですね、あ、まんまそれを、そう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 、あのいろいろね、うん、モリアンを崩してこうどんどん最終的にナオさんになるんだけれどさ、いろいろすごいね、あれ生で初めて見たけれど、それはやっぱライブ要素の一つだったんです。そうそう、ライブ要素でも結構ね、皆さん来れなかった人が、記事とかでね、あのネットの記事とかで上がっていて、媒体さんが上げてくださってる、あれだと絵が分かりづらいから、ぜひ動画で見たいですって方が多かったんですよ。どうなんですかね、動画撮ってないんですか。可能性としては、可能性としては動画上がるかもしれない。あれま、やった。どうなんでしょうね、これリクエストがね、こうしていただければ、もしかしたらねえねえ、見られるかもしれないですね。で僕も見たいです、待って。あ、でも見てほしい、見てほしい。それで、ね、あのリエさんが歌ってくださってた、あのマビノギのエターナル、はいはい、あれをねバックにこう出来上がってくるわけですよ。うわ、いいっす、見たい。最初からねもうクライマックスだった。だから人としていつも、おっさオラ悟空じゃないけど、始まるやーみたいな感じでペローンとなんで悟空出るんですか。出てくるんだけど、ね、出てくるんだけど、どうしようみたいになっちゃった。わー、それほどまでに感動な、早速来たわけですね、いきなり。でアップデート情報の時には、忍者がアップデートされるよってお話をしてたので、ついにね生の忍者が来てくれて、うお、忍者がシャタンシャタン、これがシャタンですよ。だからシャタンがそこにかかってんだ、バック転してありとかさ、でなんだなんだだったと思うよ最初。そうですね、突然そんなのが入ってきたら、そして忍者は去っていった。なるほどね。ヨシオは来なかったんですか。ヨシオ来なかったんだよ。ヨシオのねコスプレイヤーさんもいるかなと思ったら、ヨシオ一人もいなくってね。マジか、残念な。でもマーリンはいたよ。マーリンだ、マーリンだってかっこいいじゃないですかね。そうなの。そうですか。パンもいた。パンもいた。女の子がねパンをやってくださった。女の子がパンを。あ、だからなんていうのかな、ちょっと可愛い感じの半ズボンでこうモコっとしたかぼちゃパンツみたいにして角つけて、黒いさ、なんかかわいい、かわいい、わかる、こうアームウォーマーとされるウォーマーみたいな感じ。ああ、なるね。ああいい。ああいいな。可愛かったよ。いいですね。僕もやろうかな。いいと思う。本当ですか。
ていいと思う。すげえいいと思う。もうじゃあ10周年の折にはもうこれはパンを最低限のところだけをいいね。隠し。あとは自毛でね。自分の自毛でも自毛でいけるよね。自毛でいけます。いろいろもじゃってるけどね。はい、もじゃってます。もじゃらせよう。もじゃらせましょう。まあちょっとね、ただこの4月は危険なのが生え変わりの時期なんでね、うん、僕の毛もちょっと今控えめなんですよ。そっか。そうなんです。なんか1ヶ月前ぐらいからさ、はい、育毛剤とかで整えていこうよ。育てて。やったよ。私スカルプ送るよ。スカルプありがとうございます。大事に大事に育てて。うわでもいいな。こういうの見るとやっぱり。なんか羨ましくなっちゃいますけどね、うん、これなんすか、イソッチやユータクのお二人が歌ってくれ。歌われよ。歌うか。テラパンじゃなくてさ、ロナパンにしなよってさ、ジュンペイさんが、そうそう、ロナパンって始まればいいじゃんって言ってたじゃん。その後のさ、ペー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 、あそこになんか歌詞、歌詞つける。うん、歌詞つけるか。ちょっとちゃんとあれメロ拾って、メロ拾った上でちょっとじゃあいい感じにはめますかね、強引に作ってみる。そうですね、できなかないお願いしますよ。やってみましょうよ、ね、中二病の小野さん、ぜひ。そうですね、うまいこと、うん、あの頃の俺の歌詞だとなんかおよそマビノビからマギマビノギからはね離れたやつができそうですけど、うん、もっとあのほのぼのとした感じの可愛いやつでお願いしますよ。そうそうそう、牧歌的なやつをね。そうです、なんかフレーズとか送ってもらえばいいんじゃない、うん、あ前もなんか募集しましたね。そうだよそうだよ。そういえばみんなそうだ、冗談半分だと思ってね。誰も来ないけれど、あのでも曲がさペラッパーンの曲だったらさ、なんかあこれかって思って書きやすいかもね。まあ確かにね、そうですよね、あのイントロのからのオープニングのあれですよっつって、ね、うん、間埋めてく感じで、うん、あれちょっとじゃあちょっと考えてみますか。考えてみるか、歌詞をうまい感じにはめてもらえれば、ね、ですね、はい、ありがとうございます。さあ続きましてはこの方、マビのネーム、うん、名前思考中さん、ありがとうございます。お、ありがとうございます。イソッチこのパン、こんまびは、こんまびは、どうしたの。イソッチだけ英語になってます。本当だ、なんで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 イソッチってなってます。なんで最近スマホの音声アプリでこのラジオを聞き始めました、うんうん、そしてマビノギに興味を持ち、ただいまインストールしながらメールを書いています。あら、ありがとう、うん、そしてそこでお二人にお願いです、うん、マビノギを始めたら何を目標とすべきかお題をいただけないでしょうか。おコミュ障の一人遊び大好きっ子なので、うん、一人でできるお題だと嬉しいです。よろしくお願いしますと。そうですか、そうだな、なるほど。なんだろうね、でも最初のうちって割と、うん、バンバンあのフクロウがいろいろクエストを落としてってくれるから、うん、それを順々にやってってもいいかもね。うん、なんか楽に儲かるないですか。そうね、楽に儲かる、楽に儲かるのはないって分かったでしょあなた。いやいや、まだね可能性信じてます僕は。きっとあるはずだとまだ信じているので、うちのクツコにはまだ働かせていませんね。早く交易とかできるようにしろよもっと。いやいや、交易なんか大変そうじゃないですか。まだだってあなたは二の金スタイルでしょ。二の金ですね。せめてほらさ、はい、車、二車をさ買って、はい、運びなさいよ。いや、なんかなんなら運動不足でデブってますしね、靴子、うん、もデブったまま、なんかどんどんさ、はい、ダメな人になってる。ダメ子に、ダメ子になっちゃってるよ、ダメ子になってしまう。ここで何かさ、ライバルとか作ってみます、ライバルですと。ライバルの女子、ライバルの女子、ヘリクツのライバルってなんだ。セイロンコちゃん、セイロンコちゃん、セイロンコちゃん出ました。セイロンコちゃんがもうヘリクツ子ちゃんに対して、そう、セイロンコちゃんがカッキーは渡せないわっつって、やべえ、なんかあ正論くせえ、なんか正論で責められそう。そう、あなた何も働かないじゃないみたいな言われて、何よその体脂肪率。うわうわうわ、なんかやだ。うるせえし、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 ね、みたいな、そういうのある。こう正論子とクツ子が織りなす三角関係、やばいな俺。正論子ちゃん、正論子ちゃん来ちゃうかもよ。いやいやいや、うん、いやいや、そんな子にはうちのクツが負けないですよ。本当、当然ですよ。愛嬌だけじゃもう無理だよ。愛嬌もなんならそんなないですよ。うちのクツそんなにもうね、唯一そのまあね、シュッとしたスタイルがあったはずなのが、うん、それもちょっとちょっとブヨンってなっちゃってますから、もう大丈夫だよ。あと不敵な意味しか残ってないです、あの子に。大丈夫、 パカはほらブヨンとしたとこが好きだから、うん、あいつね、パカっていうかあいつね、うん、あいつはまあそうですけどね、あいつにモテてもしょうがないですからね。そうですけどね。お、他にも来てるみたいですよ。ほいほい、マビのネームカオちゃんさんからいただきました。カオちゃんさんかな、うん、イソッチさん、パンパカパンティさん、こんまびは。なんでパンティになってんだ俺。なんかあれ、しかもナンジョルノが声を当てているらしい、ね、ね、さっき新情報でしたよ、ね、初めてした。ナンジョルノやたらなんかリツイートしてんなって私思ってたんだ。パンパカパンツの話を聞いてから、あれパンパカパンツが私の TL 上にあるって思ってたら、びっくりですよ、うん、でもパンパカパンティだからね、はい、そうそうそう、こっちは、うん、こっちはそう、パンパカパンティのことですから ね、 多分ね。ロナパンパカラジオ新企画、パンパカ毛刈りをして何かを作るですが、パンパカポーチはいかがでしょうか。白い
いモコモコのポーチ可愛いと思いませんか、うん、ただポーチを作るだけなら普通なので、うん、ランダムにスペシャルなポーチができるのはどうでしょう。スペシャルには中に天使の羽が入っているのです。白い羽だとロストエンジェルとしてやばい昼だけ飛ぶことができるのです。やめてくれ。黒い羽だとデビルエンジェルとして夜だけ飛ぶことができるのです。あ、期間限定の特別感を出してみたら楽しいのではないでしょうかと。ね、それはですね、その話が入ってくるとですね、皆さんマビノギラジオだけじゃなくユータクラジオも聞かれてですね、まあ、そうですね、わけがわからないことになっちゃうので申し訳ない。あ、でもいいんじゃないですか。あ、なんかスペシャルなポーチは綺麗なポーチみたいな、面白いですね。まだそれもユータク、しかも自主企画の方だからね、それ勝手にやってる方のラジオ聞いてもらわないといけなくなるんですけどね、うん、ありますね。まあまあまあ、でも面白いですよね。なんか確率でランダムでできて特殊なアイテムみたいなのはいいと思いますよ、うん、非常に。パンパカポーチ、はい、パンパカポーチいいじゃん、可愛いじゃん。え、ちなみにこれマジでポーチ作って一定確率でその羽が入ってたら、うん、昼だけ、うん、昼だけ夜だけとか、あ、ロストエンジェルとデビルエンジェル、ロストエンジェルとして飛ぶみたいな、うん、あの要はあの小崎島の件があるじゃないですか、あの飛ぶ機能に関しては、うん、まあね、あのシステムうまく使ってなかなかでもさ、ね、これはきっと韓国のさ開発の方に結構な綿密な打ち合わせをしないと、まあそうなりますよね、うん、どうなんですかね。え、飛ぶぐらいまでは大丈夫、どこまでがダメですか、どっからがダメなんだあ、なるほど、時間限定がダメ、じゃあもうずっと飛べじゃん、ね、昼だけ夜だけがダメだと。そうですよ、なんだこの小崎島イベント、うんうん、まあ、だもうロストエンジェルイベントですよね完全そうロストエンジェルじゃないよ、ロストエンジェルイベントにしちゃえばもうそうやってね、まあ、ずっと飛んでられる、失われた羽をポーチによって得て、うん、飛べるような期間が ね1ヶ月ぐらいあればいいんじゃないですかもしくはね何分間だけとかさ、あ、そうですね、うん、みたいなね、時間制にすればできるとこれ悪乗りが過ぎると本当に本当にっていう流れになりかねないどうなるんだろうね。まあ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 、こういうね意見は ご意見は非常にありがたいので引き続き募集しております、うん、あ、そうだ、大切なこと言い忘れたよ。大切なこと、まあ、前回ね、まだほらオフラインイベント終わってなかったじゃん、はい、で、まあ、こうなってるよみたいなことをちょろっとこういう感じだったよって打ち合わせ中の私の話の情報で話してたんだけれど、はいはい、小野くんのさパンの声が、はい、クイズの終わりのメヘヘヘだったの。なんか制限時間が終わるときメヘヘヘだったんだけど、はい、一番最初になったときにね、はい、めっちゃ受けてて、これがびっくりした、これがこれが、うん、これが最初になったときめっちゃ受けてた、受けてた受けてた、あ、よかった、ありがとうございます、うん、時間制限時間いっぱいですとこれだったんだけど、なるほどね、うん、あ、みんな笑ってくれたんだ、そうなの、あ、よかった、浸透してたよこの鳴き声が、みんなあったけよ、うん、ありがとうよ、ね、嬉しすぎる、今度は生で会いてよ、ね、生でこれずっと生でえ、俺いてもボタンなの小野くんが押すみたいな、あ、 俺が押すんだ、せっかくいるのに、ね、黙々と押させていただきます。いやでもね、なんかね、うん、やれればいいなと思ってたから、本当ですよ、うん、でもありがたいですね、そうやってそう、うん、ちょっと微笑ましい瞬間があってくれたのは、うん、僕たちも非常に嬉しいと思いますんで、はい、皆さんにまた会いたいです ね、まだまだあのね、イベント以外のことでもね、うん、いいのでぜひ皆さんお便りありがとうございます、送ってください、送ってください、どんどん送ってください、うん、ください。以上、マビノギ通信でした。マビノギ、ロナとパンのファンタジーラジオ、頑張ろうな。マビノネームジャイロさんからいただきました。食器などの洗い物が大嫌いです。溜まっていく一方です。どうしたらいいですか。教えてロナ。これは食器とかは生物だから危ないじゃん。だからほらカビとか生えるじゃん。だからこまめにやろうな。どうしたのどうしたの、二人ともどうしたの。こまめ大事、こまめ大事だよ。とりあえず使ったらね、すぐ片してみようね。頑張って。マビノギ、ロナとパンのファンタジーラジオ、忍者実装決定記念、忍者でなんじゃ、和の心で以心伝心ゲーム
維新伝心してない困ったね。はい、先日のオフラインイベントで実装が発表された忍者、忍者といえばまさに和の代名詞。そこで今回は和の心を大事にするゲームにチャレンジしたいと思いますっていうね、ちょっと強引な話ですね。出ましたね、ま、出ました、うん、強引な。でもさ、まだ忍者でなんじゃがあるだけ、うん、マシになってます、うん、はい、前なんかすごいひどかったよねひどかったって言っちゃった、まあ、コーナータイトルね、まあまあまあ、ごめんなさいですよ。コーナータイトルがもうなんかダイレクトだった時があったよ、ね、私たちはですね、まず出題と回答に分かれて、お題となる外来語が出題されるので、うん、出題者は外来語を使用せずに回答者に伝えます。なるほど。制限時間が15秒で、これでその間に回答者が見事お題の言葉を当てることができると1ポイント獲得、うん、ちなみに回答者は15秒の間だったら何度でも回答していいって。あ、なるほど、うん、言い直せるってことね、うん、で今回は2人で協力して5ポイント以上獲得することができるとチャレンジクリアです、うん、しかし5ポイント獲得できなかった場合は罰ゲーム、うん、またモノマネかよこれ。出たー、エンディングに。もうモノマネでもないしね最近。そうなんだよね、やだな、ね、私ここ来る前に罰ゲーム受けてきたんだよ、ね、あ、もうやってんすね、違う番組で、うん、やってんすね、もうやだな。じゃあしょうがないっす、うん、頑張りましょう、うん、ここでいい流れにしてね。そう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 、うん、大事ですよ。お夕飯食べたい、お湯飯食べたいそう、お湯飯、そうそういい流れにして今日一日を終えたいってこと、ね、その通りだ、うん、ね。それで、はい、例えばなんだけれど、はいはい、お題がハンバーグだとしたら、はい、まあこう肉をこねたやつとか、ああああ、うん、言うわけ、はい、それで回答してもらうわけよ、うん、肉をこねたやつ、え、肉をこねたやつ、うん、え、なんだろう、そういうバイトは、え、そういうなんか肉をこねるバイトは、違うよ、こねた肉を焼いたやつこねた肉を焼く、うん、なんか、え、なんか大丈夫それ法的に大丈夫なやつ、ちょ大丈夫お前が大丈夫かって話だよねちょっと待って待って待って、肉ってなんか待って待って、維新伝心できてないんだけど、ほんとダメだよ。だから、はいはい、今もう最初にお題ハンバーグっつってんのに、うん、ハンバーグ、うん、あ、ハンバーグなんですね。そう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 、なるほど、わかりました。ダメだろう、分かってないでしょ。わかりました、ハンバーグですね。無理でしょこれ、2人で協力して5ポイントだからね、分かってる。大体大丈夫です、振り落とす話じゃないからねうん行くよ。あ、もう行くんすか、うん、はいはいはい、じゃあ最初は小野くんが出題して、あ、僕、あ、じゃあいいじゃないですか、うん、僕出題なら全然、じゃあ私が回答するわ、ね、あ、違うか、え、俺出題も危なくね。そう、どっちも危ないんだよ、どっちも危なくね、これどっちもだから危ないんだっつーの。え、どうすんだこれ、順番に、うん、さあ私が出題者、15秒ねえねえねえ、ちょっと待って、少なくね、ルール聞いてた、大丈夫、15秒今になって一つでだよ、やばいっすね、うん、いやいや、じゃあ一か八か、うん、まずはやってみましょうか、はい、はい、いいでしょう、うん、え、どうしますか、それでは用意スタート。ピコ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 、すごいピコピコ、え、何ピコピコって、ガチガチピコピコ、ハンマー、ガチガチピコピコ、え、ゲーム、これ擬音は大丈夫ですよね、ゲーム、なんか機械すごい機械で、うん、もうこうピコ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 、パソコン、あ、間に合った、間に合った、すげえ、危ない、パソコンピコピコ言わねえよ、やったー言わないよパソコンなんて、やったサンキュー、言わないよバカバカ、オッケーオッケー、順調順調言わないでしょ、どこ言うよ、ほらほらほら、さすがにそっち、逆に何て言えば今、あ、そうそう、これ例えばこれどう言えば伝わりました、なんか例えば世界につながって、うん、ている窓口的な感じじゃない、え、どういうこと、世界につながっている窓口、インターネットとかさ、そうだってインターネットじゃないですか、うん、パソコンじゃないですか、でもほらパソコンがなんかそういう感じじゃない、あとは例えばマビノギができるとかさ、マビノギ、それマビノギダメですよね多分ね、カタカナ外来語的な、じゃあこのゲームの元のやつ、ね、あ、そっかそっかダメなんだ、ほら聖ロンコちゃんが今ね僕には購入しますから、聖ロンコちゃんであり、ね、ヘリクツコちゃん両方ともね両方購入しました今、はい、そういうゲームじゃねえし、そうここでやり込めてもしょうがねえし、俺たちチームだぞ、そうチームだ、チームだぞ、協力しよう、せめて、なんかそれさ、相手方に言ってこうよ、相手方、そうですよ、じゃあ頑張りましょう、いきますよ、お願いします、じゃあスタート、うん、雪を滑る、うん、運動の種類、ソリ、あ、ソリじゃないな、なんだろう、2本でやる、2本、うん、雪を滑る2本、スキー、正解、なるほど、よし、なるほど、こういうことですね、うん、なるほど、ピコピコとかじゃない俺それだったら多分確かにシュシュシュンパッみたいな、分かんない、パーなんだよパー、多分それですね
ジャンプ飛びましたね多分ね。うわーやべえな、うん、じゃあすいません私、はい、これは多分無理です。先に言ったね。ちょっとパスしましょう。これはパスね。あのっていうかもう分かんないです俺これは、どうしていいか、うん、なぜこれを入れたんですか。そんな難しいもんじゃない。これこうじゃあとりあえずやってみましょうか、うん、用意スタート。長くて細い。長くて細い。水出る。あ、水出る。水が出る。長くて細い。ホース。おお来た。なんだ。簡単じゃん。簡単でしょ。なんでパスしようとしたの。これ無理だと思ってこれ。どうして。なんかいやあの擬音が分かんないからピコピコとかどうしたらいいかなと思って。で擬音がない方がいいです。すいませんすいません。はい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 。擬音がない方が分かりやすいです。あ擬音ない方がいい。はい。擬音いやでも擬音はあった方がいいな。京都のねもう古くからある地名。あ何でもいいです。はいどうぞ。はい、一切拾わないっていうね。じゃあ次いきますよ。はいどうぞ。次いきますよ。はい、じゃあいきます。スタート。はい、うん。麺を茹でて、まあ、塩多めに茹でるやつなんですけど。パスタのやつだ。それ。スパゲッティの。スパゲッティ。よし。よしよしよし。これ今4問目だよ。なんで。あと1個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 。なんで順調じゃん。うん、あもうこれいけますいけます。でちょっと待って擬音擬音はいらないよ。いや擬音でしかこれはちゃこれはちょ多分聞いたらすぐ分かります。擬音でしかないこれは本当、はい、本当いきましょう、うん、じゃあ最後のもうチャ、5個これクリアしたらもう、うん、もう OK です、うん、いきますよ、うん、スタート。ダムダムダムシュッシュッシュッバスケットボール。ほら来た。やったー。擬音ですから大丈夫ですよね。ほらやったー。ほら来たクリアじゃないですか。終わってみればパーフェクトですよ、うん、本当だよ。ほらいやおかしいおかしい。上から順番にいきましたね。全然 OK ですよ。はいほらほらあ飛ばしてら5問目と思ってゴーって言ってやるやつやっちゃった。どうしちゃったのどうしちゃったの。あ次確かにクソむずい。クソむずい次。じゃああのエキシビジョンいきますね、うん、これ勝敗には関係ないです。わかった。いきます、うん、スタート。うおー何何うおーお上がってきた。うお俺やれる。うおーなんなんね。テンション。これ相当高っけ。あ、これ高いぞ。テンションじゃん。おお。それ以外の言い方だ。おお。え、テンション。やろうかなこれ。やったろうかな。わかんない。これモチベーションというな。ああ、なるほどね。これは。なるほどね、はい。なるほど。これは難しいです。確かに、はい、これは難しかったね。なんでさりげなく外してさりげなく外してよかった。これしょうがないです。あの決して意図してないですから。意図してないやつなんでしょうがないです。いや本当にあの本当ですからこれは。いや本当です。これはもうはいありがとうございました。忍者の素晴らしさはあまり分かっていただけなかったような気がするんですけど。なんですか忍者。本当ですよ。どうしたらいいかな。毎回そうなんですけどね、うん、忍者忍者そうですよね、うん、忍者ね、まあ、忍者のねあの素晴らしさはゲームに実際入っていただいて、見ていただきましょうよ。ぜひ、はい、忍者お願いします。以上和の心で維新伝心ゲームでした。はい。マビノギロナとパンのファンタジーラジオ。ここでマビノギからのお知らせです。マビカルなこの音が聞こえてきたということは、そうこの方イベントでは袖にいたというネクソン袖本さん、改め橋本さんです。よろしくお願いします。袖本さんが呼ばれてたっけ。新しいまた名称が、うん、袖本さん、ね、袖にいたのに声をかけられたそうですね。はい、あのその後ちょっと会場 の、ええ、あのロビーの方に出てた時にちょっと声をかけられてしまいました。もしかして声バレしてるじゃないですか。そうなんですよ ね、さあそんな袖本さんがお送りする、はい、じゃあネクソンの新情報ということで、はい、告知させていただきます。はい、オフラインイベントの方でもうちょっと発表させていただいた内容に含まれていたので、まあ、ご存知の方もいらっしゃるとは思うんですけども、今あの9周年の9連続イベント第1弾の方、まあ、お宝探し in イリアを実装してるんですけども、はい、今回はこの水曜日この配信日の4月23日から第2弾のポーション釣りが実装されます。なので、まあ、ちょっと第1弾と第2弾かぶってる時間1週間ぐらいあるんですけども、どちらかは好きな方もしくはもうどちらもやっていただくというような形で進めていただければなと思います。いそしてですね、まあ、こちらも本日からになるんですけども、9周年大感謝セールが始まりました。こちらもまあイベントオフラインイベントの方ではそのまあセールをやるよというお話だけはさせていただいたと思うんですけども、はい、まあ、実際に、まあ
今日サイトの方で、何を販売してるよと、まあ、どれぐらいお得だよとか、まあ、これぐらい売ってるよっていう情報を出させていただいてますので、そちらの方ご確認いただいて、ぜひまあこの際にご利用いただければなと思っております、うん、このタイミングでパカは再販はなし。パカ再販そうなんですよね。なんかそのツッコミあるかなって話はしてたんですけど今回はないです。ないなるほど、まあ、結構近かった、まだ近いので、まあ、確かにちょっと前ですもんね、はい、そうなんですよね、うん、確かに、はい、もうちょっと寝かせてから。そうですね、もうバカ寝かせてからなんかまたこう要望が高まってきた時に、ね、腐る前にね、はい、ぜひ寝かせすぎて腐る前に。そうだね、確かに。あと江口くんが忘れるっていう可能性、忘れる前にあいつが俺バカだったっけみたいになる。バカ忘れる前に、うん、ぜひお願いします。はい、はい、以上マビノニからのお知らせでした。袖本さん、改め橋本さん、ありがとうございました。ありがとうございました。マビノギ、ロナとパンのファンタジーラジオ、そろそろお別れのお時間が近づいてきました。この番組では皆さんからのメールをお待ちしています。マビノギの感想、僕たちパーソナリティへのメッセージ、質問などなど、普通のお便りもお待ちしてます。どんどん送ってください。メールは番組サイトのメールフォームからお願いします。メールに採用された方にはマビノギのゲームで使えるオリジナルタイトル、ロナパンラジオリスナーをプレゼントしますので、欲しい方はメールアドレスも忘れずによろしくお願いします。ここでしかもらえないオリジナルタイトルをゲームで使ってくださいね。はい、いや今回もいろいろありましたけどね、うん、どうする、なんで鼻ほじってんの。どうかな。あ、じゃあよく見てください。これ鼻じゃないです、入り口です。同じ中じゃないです、これ洞窟の入り口です。うるさいな、ヘリクツコ。はいエリクスコ。あ、そうね、クスコのね、そうよ、新しい仲間のセイロンコちゃん、うん、とあとなんだっけ、あ、さっきさこっち側でちょっと盛り上がってた、そう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 、ジュンスイコちゃんね、ジュンスイコ、そう、何でも信じちゃう純粋な子とセイロン行ってくるセイロンコちゃんね、ね、の、目撃情報を目撃いないでしょ、まだまだいないでしょこんな感じの子みたいなのね、うん、ありましたら送っていただきたいのと、おあと何でしたっけ、あのオープニングの、あ、あのペラパン、ペラパン改めロナパンにするっていう、ロナパンの曲なんか、うん、テーレッテテーレッテのとこね、うん、あの歌詞みたいな、うんうんうん、ちょっと今聞けたりしますか、あそこのメロディー、ロナパン、あ、そこからね、そうそう、あ、声も入ってるで、こっからっすね、うん、あ、こんな曲だっけ、そういえば、お、お、もう結構難しいね。長いここ。ね。でもここまででいいんじゃない？そこまでで、うん、そこまで。うん。てーんのとこ長いですね、最後ね。うん。すげえな。これじゃあちょっと文字数的に合う感じの歌詞を募集して。ね、いいの来たら口ずさんでみます何のコーナーか知んねえですけど、ね、ダメだったらあの、ええ、書き直してみて、書き直して、うん、ちょっとリライトしたりとかして、ね、いいねいいね、文字調整してできればね、口ずさんでみますか、うん、考えてみましょうよ。はい、あ、なんかネクモトさん的にも大丈夫っぽいのでぜひやってください。あ、おぜひやってくださいって、おやった、いいんだ、皆さん力作をねぜひ送っていただいて、ますか、曲にさ歌詞つけんの、はい、エターナルの辻これだからねちょっと待ってよ、満を持してマビノニに歌詞がつきますっつってロナッパーン、ロナッパーンじゃねえよっていうね、おいおいおいってなるよね。まあまあ、まあまあ、お遊び企画なんでね、ぜひぜひ、うん、そん な, なんか遊び半分に参加していただければ嬉しいなと思っております。はい、はい、それでは今回のマビノニロナとパンのファンタジーラジオはここまで、はい、お相手は磯村智美と姉貴でした。バイバイ、バイバイ。マビノニロナとパンのファンタジーラジオ、この番組はネクソンの提供でお送りしました。